こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあこんにちはというよりこんばんなんですけどね、今は6月9日の深夜0時09分でございます。こんな深夜にね、何をこのね動画を撮ってるんだってことになりますけども、今ね私本会議の方をね、参院本会議麻生財務大臣による二次補正案の財政演説っていうのをね、拝見したわけなんですよね。いやー、まあやっぱりね、いつもながらひどいですね、自民党のこのね、与党の、自民党ではないですね、与党のこの弁舌といいますか、奇弁というかね。まず安倍総理なんか、有田議員がね、いろいろとその通りというね、国民の声をそのまま代弁するようなね、質問されたわけですけども、安倍総理に至っては私は何にも悪くないよということを貫き通しているわけですよ。何にも悪くないんだったら、なんでねここまで我が国の状態が悪くなってるんですかってことですよね。まあですんでね、やっぱりこう謝りゃ認めてもらいたいですよね。まあ国を代表する人がこういう態度では、諸外国からも舐められ、まあ、中国からも舐められ、国民の信頼はなくなり、もう一日も早くこの日本という国は滅びてしまうんじゃないかなというふうに思ってしまいますね。それからね、森法務大臣、麻生財務大臣と出てきたわけですけども、加藤厚生労働大臣もどうでもいいんですけども、森法務大臣もね、ご自身で法律の専門家、トップたる大臣としてですね、まあよくここまで言えるのかなというところでございます。まあ立憲民主党の小川淳也議員の言葉を借りれば、やっぱりね、この国会においてね、正気を保つのは、永田町においてですけどもね、正確には。この国会において正気を保つのは並大抵のことではない。正気ってのはですね、要するに自分がなんでね、政治家になろうとしたのかっていうふうな、この動機ですよね。このままじゃいけないと。こんな人たちに国を任せちゃいけないと。よし、自分で舵を取っていこう。というのが、おそらく多くの方の政治家を目指す人のね、動機だと思うんですよ。これが正気なんですよ。ただやっぱりね、永田町に入ると、国会に入ると、そして与党、野党に入ると、全く目的が変わってくるんですよね。まあ、いわゆるね、目的が、手段が目的化すると言いますか。例えば、野党に言わせれば、与党ね、政権与党を打倒するために野党っていうのが存在するわけなんですけども、打倒するのが目的になって、その後のことが全く考えられないから、足の引っ張り合い、重箱の隅つつき、汚点を暴くことばかりで、何にも進展しないってことが起きているわけですよね。もちろんね、最近のね、野党はむちゃくちゃいい質問ばっかり並んでるんで、もう日の打ちどころがないと私は思うんですけどもね。で、そうです。ついでに言いますとね、野党がなんで未だにね、時間の無駄というふうに国民から評価されるかというと、これは国民の、ね、先入観ですね。今まで野党が大したことやってこなかったという先入観で見るから、あとは偏向報道ですね。野党の質問がどうしようもないものに、見えるように編集されて、まあ、NHK ほかテレビ番組では報道されるからですね。これきちんとね、予算委員会とか見てれば、野党の中でもね、山添拓さんとかね、先ほど申し上げた小川淳也さんとか、それから日本共産党の小池代表とかね、いやもう並みいる競合といいますか、素晴らしい方々が、なんか最近野党すごいなとまさにこういう人たちが国を仕切ればなと思うところばかりなんですけども、まだ他にもいらっしゃるんですけどね。ただやっぱりそのキーマンが目立たないぐらい、今までの野党の行いっていうのはちょっとイマイチだったかなというところなんですよね。本当にね、この今自民党の政権野党与党をね、我々は今眺めてるわけなんですけども、いや本当にね、ひどいですよね。森法務大臣の話に戻りますと、ここまでね、法律をないがしろにして平気な人っていうのが、まさに正気を失った人なんですよね。きっと法律の道を進もうと思った一番最初のね、その気持ちっていうのは、初心を忘れなければあんなね答弁はできないんですよ、森法務大臣もね。で、なんですか、黒川検事総長もう辞められましたけども、この方に対する処分に対しては最も重い訓告処分と言われましたけども、最も重くて訓告処分ね、訓告って言葉を踊ってますけども、これ単なるダメですよ、分かりましたかっていうふうに言ってるだけですからね。その厳重注意っていうのは、厳重注意をあなたに与えますっていうだけですから、怖くもなんともないですよね。ふざけんなって話ですよ。中学校の時に校舎の裏でタバコ吸ったのが見つかってぶん殴られた時の方がもっと、よっぽど怖かったですよね。
なんかね、茶番なわけなんですよ、国会っていうのは。だから茶番にしちゃいけないですね、茶番にしちゃ。で、そのなんかいい例がね、今回ね、このマスクによって現れてます。なんで国会が茶番になるのかってことは、このマスクによってね、私たちはよくよくね、確かめることができるんですよ。これは私の解釈ですけども、このアベノマスクと言われるね、これ、ね、どうしようもないマスクですよね。このマスク作ってくださった方には申し訳ないですけども、これははっきり言ってタイミング的にも、あとね、材質的にもいらないものであり、予算の執行もむちゃくちゃですね。ということで、マスクなんて、こんなマスクなんて作ってる暇に、ね、他のことやっとけって話なんですよ。でもね、なんでね、このマスクって発想が出たかっていうと、これはね、国民がね、マスクがないっていう風に言い過ぎたからなんですよね。だから国民のせいだと思います、こんなマスクって発想になったのは。マスクなんていらない、マスクは十分ありますってことを、我々国民はね、もっともっと言わなければならなかったんですよ。だって私の目から見ると、このね、マスクね、サージカルマスクが手に入らない日は一日もなかったですよ。そうすると通販で常にあったわけですよ、インターネットを引けばね。ただその価格が、まあ5円とか10円っていう価格ではなかったですよ。最高値1枚100円ぐらいになりましたけども、それでもね、こんな400数十億円を使われるよりはマシですよ。我々一人一人がしばらくの時期だから、1枚100円かもしれないけども、ちょっとそれで頑張っていこうかなと。それこそね、マスクなんてぼったくって高くなったわけじゃないですからね、みんなが欲しがるから高くなってるわけですよ。ですんで、いち早くね、自作の布マスクとかを使い始めた人は、別にサージカルマスク買わないわけですから、使い捨てマスク。はっきり言っていい迷惑ですよね。そういう方までこんなものを押し付けられて、使わないのにどうするって話になっちゃうわけですよ。ね、やっぱりね、評判が悪かったんで、私もこれ封開けて使う時になんないですね、今届いても。これ一昨日届いたんですけども。ということで、すんなり届いていたら使ったかもしれないこのマスクもね、いらなくなっちゃったわけなんですよ。で、元を正せば、国民が、あえて言いますけども、国民がね、マスクがない、マスクがなくて困ってる、どうなってるんだっていうのは声を上げすぎたんですよ。いや、そうじゃないと。マスク、今はね、ちょっと値段が上がってるかもしれないけども、通販で買おうかなってことで、行列も作らずに、まあ、ご自身でね、1000円出せば10枚ぐらい買えるわけじゃないですか。私はそこはね、耐えてもいいんじゃないかなと思うんですよ。で、仮に100枚買ったにしても1万円1回こっきりですからね。それこそね、こんなマスクでわけのわかんない人を儲けさせたりとかね、それから連日マスク騒動が起きるよりは随分マシですよ。だから国民が自分の利益を優先するがあまり、結局はそこをつけ込まれて、こんなことになってしまったんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよね。まあいろいろとね、だから私利私欲に走っていいことが全くなくて、ちょっと失礼しました。私たちもいろいろと考えなければならないと。自分でできることは自分でして、どうしても政府に頼らなければならないことは声を上げていくというね。だからこうマスクなんてどうしてもね、これが欲しかったわけじゃないと思うんですよ、皆さんね。これ欲しかったですか？確かにあればありがたいっていう人はいると思いますし、あればありがたい部分もあると思いますけども、なければないでなんとかなるし、いや、これよりも先にもっとやってほしいことがあったでしょ。例えばこのマスクっていうプロセスがなければ、なんですかね、定額給付金ですかね、1人10万円のお金、あれが1日でも早まったかもしれないわけですよ。どっちがいいですか？1人10万円の給付が1日も早く口座に入金されるのと、それよりも早くマスクをくださいみたいな感じでね。じゃあマスクと10万円の配布、両方の事業をやれば、それはスピード落ちますからね。じゃあ10万円給付に特化していただいて、1日も早く10万円が手に入るようになったら、その10万円のうちの1万円を使って高値をつけたサージカルマスク100枚入り1万円買えばいいわけなんですよ。私そういうふうに考えるんですけどね、まあ、常に合理的に、それから目先の損得ではなくて長い目で見ていくってことを考えると、そういうふうにできたのかな。国民の判断とか声が結局は政治に反映されますから、今日の、ね、動画のまとめになりますけども、参議院本会議で悔しい思いをして私見ましたけども、でもこれは我々国民が招いたことなんだなというところなわけですよ。で、安倍政権はじめ官邸もね、国民に選ばれたというその傲慢からね、結局最終的な責任は国民に押し付けることができるから好き勝手やるんだと思うんですよ。森法務大臣のインチキ答弁も結局はね、我々は手も足も出ないわけなんですよ。じゃあ最終的にその森法務大臣をあの席に就かした責任は誰にあるのかっていうと、最初の第一歩で、
まあね、森法務大臣を国会議員として送り込んでしまったその責任もありますし、国民が安倍総理に期待したっていうところがまずその最初の第一歩が間違いだったんでしょうね。で、小泉政権の時に、拉致被害、北朝鮮の方へね訪朝っていうのが衝撃的な電撃的なね、形で行われましたけども、あの時に安倍総理同行してるわけなんですよね。で、安倍総理にしてみれば小泉総理の背中を見ながら、自分が拉致被害者の方と関わるんだったらこういうふうにしたいんだけどなっていう思いがあったと思うんですよ。で、まさにそれが発揮できる時に、この長期政権の中でね、小泉総理よりも長期政権なわけですから、北朝鮮関連の拉致被害者のことに本気で当たれば解決できない問題はなかったわけなんですよ。でも優先するのは拉致被害者の方のことではなくてね、そんなことはほったらかしで、自分の利益とか自分の脇固めとかね、誰に忖度するかとか、誰にいい顔したら一番有利かなみたいなことばかり考えているように私には見えましたけどね。もし本当に、最善で最速で拉致被害者の問題を、ね、解決しなければならないと思うんだったらもう解決してるはずなんですよ。それどころか手をつけることもなく、手をつけたかもしれませんけども、見られる成果っていうのはほぼないという状態で今に至るのは、まあね、横田茂さんも、死んでも信じれないところだと思いますよね。想像したらね、本当恐ろしいですね。自分の育ててきた娘さんがね、中学生ぐらいですか、中学1年生ぐらいで消息を絶って、生きてる死んでるもわからないで、拉致被害者として確認されて、そのお孫さんはいたけども本人は戻ってこないで、年老いて死ぬと。自分の人生はね、本当拉致によってもね、盗まれたと言ってもいいぐらいでしょう。そして国民の生命と財産を守るべき国家ってものも頼りにならないというね、もう何なんでしょうねと思っちゃいますよね。さあ、それでね、今日の動画のまとめになります。はい、ついにまとめです。習近平国家主席を未だに国賓で招くか招かないかみたいな話もしてますし、これ一部デマかもしれませんけども、中国のね、例の全人代の一国二制ですが、香港の問題ですよね。あれに対して批判を浴びせる勢力っていうのに日本が参加するかどうかっていうのがね、どうもどっちなのか未だに分かんないと。こんなのね、速攻で、中国批判に帰らなくてはならないですし、国賓なんてとんでもないですよね。ここ何日か、それこそこのコロナウイルスの非常に蔓延している中で、尖閣諸島、我が国の尖閣諸島には中国船のね、軍艦の何度にも乗る毎日のような威嚇攻撃が行われてるんですよ。攻撃っていうのはミサイルを撃ったとかいうわけではないですけどね、威嚇行動が見られるわけなんですよね。で、そういったのを考えて、どこ国賓なんだろうなと思うわけですよね。これは別にアメリカにつくとか中国につくとか関係なしにですね、素直に見た時に中国とは手を結べないだろうと思うんですよ。敵対するとこまでいかなくても、もうね、日本の外交の地図には中国っていうのはもう消さないといけないんじゃないかなと思うんですよ。で、もちろんね、これね、中国人の方が嫌だとか嫌いだってわけじゃないんですよ。中国を支配している共産党っていうのとね、付き合い方っていうのがもうないわけなんですよね。もうこんな無茶苦茶なところはないなと思いますよね。もちろんじゃあアメリカが絶対なのかと思ったら、まあそれはそれでね、そうでもないんですけども、私たちは本当に選びにくい選択として中国とアメリカを陣営を選ぶとしたら、やっぱりこれは考えるまでもなく、比べるんだったらアメリカになるんだろうなと思いますよね。で、中国との関係っていうのは結局日本のデフレを成り立たせるための安物買いをしてたわけなんですよ、世界の工場という形でね。もうその時代も終わったんで、私たちは反省するべきだと思うんですよね。もう中国依存、安いところでそこのね、労働力を安く買いただけばいいってもんではないと。これはですね、日本国内でおける派遣社員とか派遣切りとかね、ワーキングプアっていうのをただ中国に押し付けただけなんですよね。これ何の問題の解決にもなんないわけですよ。そうではなくって、高い賃金で高い付加価値のものを作れるような、そんな経済構造を作っていくっていう、それが次の第一歩になるんではないかなと思うんですよ。何でもかんでもね、値下げで限界来るわけですよ。人類に限りがあるわけですから。そうではなくて、より価値のあるものとか、より求められるものを作っていくために、より多くの教育をして切磋琢磨していくと。そして、まあ競争に埋もれた人にもね、何らかの保護をしていくってことで、やっぱり社会をこう先頭を切って作る人っていうのはいつも一部なわけなんですけども、その人たちがやっぱりね、成り立っていくのも、まあ、こういう言い方したらあれですけども、競争に負けた方が
いてこそ勝利者っていうのが成り立ってるとしたら、どっちもおかげさまなんですよね。で、勝者だけが何も素晴らしいわけではなくて、企業がなんで利益を上げるかっていうと、それはもう完全にお客様 のおかげなんですよね。ということは、お客様が企業の利益に寄与している以上、恩返しをするためにお客さんを貧乏にしちゃいけないってことも、一つね、これからの新しいビジネスのミッションとして考えていってもいいのかなと思っちゃいますけどね。今日はね、参議院の本会議を見ながら、もう本当にね、今までの私のね、予想を裏切らない、どうしようもないのれんに腕押しのね、演説だったかなと思って、もうこの政権早いとこなんとかねしてくんないかなと思いますよね。それこそ自民党が与党のままでもいいんですよ。ただこのね、安倍政権安倍官邸ではもう私たちの国はね、もう食い尽くされて終わりですね。で、海外に対する突破力も持てないし、どうなっちゃっていくんだろうという形ですよね。で、出生率も止まりませんよね。少子高齢化が全ての原因だっていう言葉がたまに出ますけども、少子高齢化作ったのは明らかにこの安倍政権だと私は思うんですよね。ひいて言えば、このね、失われた20年を作ってしまった、もしかしたら、竹中平蔵小泉政権、ここにも無視できない問題があったのかなと思います。ただ当時は分かりませんでした。当時はものすごく国民としても期待しましたし、当時は良かったと思ってた方が多かったでしょう。だからこそ骨太の政権が続いたんですけども、今振り返ってみると、その路線っていうのは、グローバリズムですとかね、そういうのはね、限界が来てたんじゃないかなと。で、私たちは今一つ内需に、もうちょっとこう視点を向けられなかったかなということと、あとやっぱりね、慎重に支配者を選ばないといけなかったですね、我々もね。安倍さんもね、最初はこうじゃなかったのかなと思ったんですけど、もちろん今でもね、いいことも悪いこともあってなんで、全否定ではないんですよ。全部が悪いわけではないんですけども、ただ今日の本会議見る限りはですね、これは本会議やってもしょうがなかったなというのが私の感想なんですけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか。リンクをね、下の方に貼っときますんで、またなんか私がね、だらだらとくだらないこと言いましたけども、明日には私も考え方が変わってるかもしれませんけどね。皆さんもどう考えていくのか、ぜひリンクから、2時間51分もありますけども、ご覧いただければと思います。きっとね、これからの自分の人生、この国の将来を考えるのに、かなりね、心に引っかかると言いますか、かなり、胸を打つものになるんじゃないですかね。暗淡たる気持ちにはなると思いますね。はい、では以上です。